トイ -849 b とは、ロザの方向に約741光年離れた場所に位置する恒星トイ -849 の周囲を公転している太陽系外惑星である。ウォーリック大学のデビッド・アームストロングらがトランジット法を用いたトランジット系外惑星探索衛星によって観測されたデータを分析し2020年に発見した。 トイマイナス 849B の発見を報告する論文は2020年3月23日に公表された。地球型惑星の中では質量が最も大きいことで知られる。トイマイナス 849B はネプチュニア砂漠に位置しており、光天周期は約0.766日で表面温度は1800ケルビンに達する。ドップラー分光法を用いた。 高精度視線速度系外惑星探査装置によるフォローアップ観測では地球質量の約39倍で平均密度は地球と似た高点にラムマ毎立方センチメートルとされておりここまで高密度な質量の大きい惑星は異例であるこの質量は土星の半分程度である大きさは地球半径の3.4倍で以前までに発見されている 海洋性程度の大きさを持つ惑星としては、密度が最も高い惑星となっている。このような質量を持つ惑星は木星型惑星になるとされているものの、トイマ 849B の外装に存在する水素、ヘリウムといったガス成分の質量は約4%以下である。そのため、トイマ 849B は木星型惑星の 核が露出した惑星であるとされている。トイ -849b がこのような惑星になった理由としては、かつては木星型惑星であったものの超積力による影響や天体との衝突などが原因でガスがなくなった可能性や元からガスを捉えることができなかった可能性が考えられる。原子惑星系円盤に隙間があったり、 遅めに惑星が形成されすでに円盤に構成する材料が残っていなかったりした場合はこのような状態になるとされる。大気の蒸発という説は大半のガスを失った問いマイナス 849B には当てはまらない。ありがとうございます。